はい、それではアークサバイバルイボルブズ実況続きやっていきたいと思います。前回はあっという間にですね、この木の家を建てたところでした。で、改めてこうやって出で立ちを見るとなんかすごい迫力ですよね、この人で。実はさっきからちょっと鳴き声がしていますけど、じゃん、この竹中を捕まえてきてます。バカ、あのちっちゃいね、毒吐いてくる恐竜です。あれをちゃんとテイミングしてここにいてもらっています。意外と家の前でなんかいろいろコマンドが出せるんですけどね、何もしないようにするようなコマンドもあったり、僕が戦ってるターゲットしか戦わないようにしたりで、いろいろできるんですけれども、まあ、何もしないようにして家の前にくっつけてると意外と生き延びてくれてました。死んでたら死んでたで、まあまた捕まえ直すかぐらいでほったらかしにしてたんですけども、はい。だからディロフォなんちゃらだったかな、これも、図鑑が手に入りました。これかな、やっぱ図鑑が結構かっこいいんですよね。ディロフォサウルみたいな感じの名前かな。ということで毒を吐くこの恐竜と一緒に今回もやっていきたいと思います。で、作れるようになったものも結構あって、その中でも気になるものを今回はまた作っていきたいかなと思ってます。まずはこのパラシュートですね。これはとても気になる。使ってる人見たことないので、ちょっとこのパラシュートを今回作ってみようかなと思って覚えておきます。と、あと弓はかなり強いみたいなので作ってみたいなと。でもまあ一応ね、その何でもかんでも覚えられるもんじゃないので、ポイント制になってるので、その辺がちょっと難しいですよね。あとダイナソーゲートウェイ、めちゃめちゃでかい門を作ることができます。で、この門を作ると恐竜をこう自宅というかテリトリーの中に入れられる、フェンスで囲ったりしてね、作れるみたいです。だからそれも作ってみようかなと思うんですけど、どうせまた木がいるんでしょっていうねお高いんでしょっていう感じですよね。見たことあるんですよ、ダイナソーゲートウェイがどんなやつかっていうのは。めちゃめちゃ大きいんですけど、まあ、できれば作ってみたいから、まあ、これとそれと支柱ですね、柱もなんかいるっぽいので一応学んでおきます。あと2階を作れるみたいで、天井にこうなんていうかな、ドアがついてるような天井を作れるようになるみたいです。だからそれと階段をこうセットで並んでるのはそういうことだと思うんですけど、多分これで開けるその天井が作れるんだと思います。だから今回ちょっとこれ1枚取って1枚天井にして上に行けるような感じにしたいかなと思ってます。どんな感じかよくわからないですけどね。トリケラトプスのサドルも覚えましたけど、トリケラトプスか、そうですね、このダイナソーゲートウェイとかで恐竜が安全に暮らしていけるっていうのが分かればまたやってみたいですね。はい。お、でもパラシュートは今すぐ作れますね。あんまり要求量が厳しくない。作ってみよう。どんな感じなのかな。できた？あ、できました。1回だけしか使えないのかなこれ20分の1量、そうですね、個数が1個あるって書いてあるので、これ1回しか使えなさそう。近くに高いところっていうとここら辺しかないんですけどどうかな、ここから飛び降りたらパラシュート開いてなんかいい感じになるかな。どういうアイテムなのか、こうゆっくりね降りられるようになるという説明は書いてたんですけど、あーでもここからピョンって飛べばちょっとそれっぽくなるかな。ダッシュして、ダッシュして飛べばかなり飛距離はあるからいい感じにはなるはず。あれ、竹中どこ行っただろう。ちょっとまあ後で探すか。よっ、ほっ、今使っ、あっ、え ダメージは確かに無でしたけど、なかったですけど、これ、あ、この視点で使えるか。
わかったわかった、この視点で使わないとちょっとわかりにくかったですね。いや、今何がどうなったのか全然わからなかった。使ったのは使ったんですけど、やっぱもうちょっと高さがないとダメかな。ほぼ着地と同時にパラシュートが開くという。よし、とりあえずあの視点で行かないと難しいかも。なんだろうこの作業。パラシュートもう2つも使っちゃってるけど、あ、この辺にしようかな。ちょっとね、3人称になると視点がね、動かし方がちょっと違うんですけど、よっ、使って、お、あ、すごい。すごい。ちょっとちょっとツボなんですけど。この笑いのために使った、革20、ファイバー40、木から取れる草80ですね。いや、いいね。パラシュート、いいですね。あ、水道管、作ってる人いる。これね、水飲めるんですよ、ここから。ごくごく。で、あと畑に水をあげたりできるみたいです。楽しいですね。竹中は大丈夫か。そうだな。また、家帰って、当初の、もう一つの目的、2階を作るっていうのをやってみたいかな。2階を作るような雰囲気にするってことにしとこう。2階作るって言っちゃうと、作らないとダメだから。それは大変だからってやつですね。いやー、パラシュート面白かったな。帰ろう。うわ、なんだあれ。でかい鳥。あれはまた違う恐竜かな。恐竜っていうか鳥ですけど。よし、行くぞ竹中よっ。あ、でもまあこれは大丈夫そうだ。お、毒が当たってる。あ、いいぞいいぞ、ナイス、素晴らしい。毒がピシャって当たりましたね。やっぱ目の前が見えなくなるのかな。よいしょよいしょよいしょ。ということで竹中との狩りでした。うわ、なに、いや、いて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 、ちょっと待って待って待って、なになに、ストップストップ、ギブアップギブアップ。うわ、なんだ、襲ってくるこの鳥。うわ、危なそう危なそう、っていうか現に危ない。ちょっとパン、いや、待って待って待って、ま、もう槍は作れないんだ。あ、これやばい。待って待って、家、できるだけ家の近くで死のう。死ぬ死ぬ、これは死ぬぞ、これはもう完全に死んでしまう。家の近くで死ねば大丈夫なんですよ。とりあえず死体を回収できるので。あ、諦めてくれた。危ない、あれ何、攻撃してくんのか。待って、あそこに肉と木置きっぱなしなんですけど。結構な量の木を置いてるんです、あそこに。まずいなそれは。まあ頑張って取り戻しには行くと思います。よし、でもね、これ入ってくれないんですよね。ギリギリ入ってくれそうで、はい、あ、あれ、あんなに何回もやったのに。入ってくれた、ありがとう。で、パッシブにしてフォローイングを消せば、多分これで出て行っても、あ、ちっちゃい恐竜は入ってくれるのか。あれ、おかしいな。いや、いいんですけどね、ありがたいんですけど。ありがとうございます。はい、ということでついに家の中に恐竜を入れることができました。で、そうですよね、天井ですよね。一回ここ壊して、壊すとちょっとだけ素材が戻ってくるんで、よっ、バキで、その天井はどれぐらい使うのかというと、木があと20本足らないのでまた取ってきます。はい、よし、作りました。この木でできたハッチフレーム。よっと。ここにつけられるはず。あ、できた。あれ？これでも。これドア的なもの。あと、木目が違うような気がする。木目っていうか、この木のね、デザインがちょっと違うから浮いてますね。あれ？これまたドアがあんのかな？
これ開けっぱなしってことは多分ないはず。でもドアとかあったかな。これではないか。あ、これかな、これかもしれません。多分これです。でこれ作ってみよう。であと多分上に行く階段とかも多分作れるんですよね。だからはしごも一応作っておきます。でトラップド、あ、よかったよかったよいしょ、オープン。おー、ちょっと待ってくださいね。ちょっと僕思ってる感じはこっち側から開いてほしかったんですけどよ、これもそうですね、ピンコードをつけてロックできるみたいです。ではこの箱の上に作ったの間違いだったかな。で、はしごはどんな感じでつけるんだろう。でもこれ邪魔にならないかな。なんか邪魔になるような気がしてきた。はしごは作ったっけ。あ、作ってますね。よっ。ん？あれ、なんだろうこの感じ。ん？どう？あ、こうか。じゃん！できた。クライムアップ。すごい、すごくないパチッ。ちょっと思ってるのと違いましたけど、でもでも分かります。でもちょっとデザイン的にちょっとここを直すか、素材が全部返ってくるわけじゃないですからね、壊すと。ここを直すかどうかちょっと迷いどころですけども、ちょっと手作り感あるってことで。これでクライム、登るっていうのを選ぶと、なるほど、こういうちょっとわけわかんないですけどね。ちょっとだけ、はい、ということで、それでここで新しくそうフロアを作っていけば2階ができるっていうことですね。なるほどね、こうやって家を大きくしていけたりもできるんだと思います。面白いなこれ。よいしょ、バチ。ちょっと秘密基地作ってるっぽいですもんねちょっと1階がこんな手狭な感じなので、だから上はその木じゃなくてもいいのかもしれない。それはいい考えですね。はい、とこのでっかい、うわ、木140作ってみたいけど、キー140か。でも作るって言ったんで、ちょっと頑張ってまたキー切ってきますあ、そういえば竹中もね、物が持てるので、なかなか木を切るときに連れていくといっぱい木を持って帰ったりもできます。でもあのワシなのかコンドルなのか何かよくわかんないけど、あ、マンモスが何か戦ってる。何してんだろう。何？また全然違うやつじゃないこれ。何？トラ？トラみたいなやつ。あ、いた、いて！マンモスの攻撃範囲広っ。やべえ範囲狩りできますね、マンモスだと。まあ、とりあえず、木切ってきます。何にせよ木がいる時代。はい。木が物を言う世界ですからね。ちょっと待ってください。トラっぽいやつが、なんでなんでなんで、マンモス負けたの？勝ったの？なんで？ちょっと開けて。痛い。ひどい。なんでそんなことに。こいつ。さ、なんて書いてある？さ、セイバートゥース。あ、ごめん、竹中殴っちゃった俺今。これここから安全に狩れないかな。あ、いけてるかも。槍が作れれば。あ、槍いける、作れた。この槍を使ってどうにか倒しましょう。家の中には入ってこれないみたいだから。よっ、あ、いけるよし、これだ、間違いない。お腹減った、熱い、ちょっと飲み物だけ飲もうあ、槍壊れんの早い。
これ木を取りに行こうとしたのに木を余計使ってしまうという。まあ外出るか。じゃあヘイで、危なくなったら一回ここに戻って、そうですよ、この戦法でどうにかなるんじゃないですか。ちょっと虎の体力がいかに高いかよく分かってないけど、虎なのかな大体。でも倒さないとこの地の安住が、あ、倒れた、よかった倒せてよかった。こんな強い敵もいるんだな。やばい、食べ物がない。え、いた、何、え、何、あ、あの鳥か。ちょっと待って、建物にダメージが加えられてる。うわ、あの鳥だ。お腹減ってるから待ってください。火つけて肉焼いて、なんかえらいことになってる。あ、でもこれで倒せるか、なんかいけそうな気がする。何この試合。あ、やった、倒した。うーんってお腹減ったらうーんっていう。もうわけわかんねえよこのゲーム。な、通り、こういう家みたいに思われちゃう今誰かに見られたら。お腹減った、お腹減ってるからちょっと待って。うーんって言ってるから食べてあげ、食べさせてあげて。本当にお腹減ってるから。もう家がちょっと傷ついてる。これ家傷ついた時はリペアっていうコマンドがあるみたいです。よし。事故ですよ事故。いやー、ということで出来上がりました。これですね、ダイナソーゲートウェイ。どんな感じなのかよく分かってないけど、これはどこに建てたらいいのかな。今後すげーでけえなこれ。なんか結構家にピタってくっつきたがってるけど、それはそうじゃなくって、まあこれから家を大きくするっていう意味、期待も込めてこの辺に建てとこうかな。どうしよう、あんまり大きくすると大変かな。とりあえずここら辺にパンジャンできました。でゲートを2ついるのかなっていう感じだったので、あ、1つでいいのかこれは。2つ作っちゃったこれ。できた、おお。すごい、すごいけどこれだけ作ってどうするんだ。すごいなこれ、このゲート。でもこれよくわかんないですけどねこれ。これだけ作っても意味ねえだろっていうね、そんな感じはしてますけど。で一応もう一個作っちゃったので、またなんかドア作りたいなと思ったら使うことにしましょう。よいしょ。でこれはそうですね、この箱の中に入れておいて、まあ、いつかまた使うでしょう。うわーすごい、これこうやって囲んでいかなきゃいけないですよね。こんな風にね、こう今歩いてる感じで囲っていけたらなんか面白そうですけどね。だからここに、なんていうか、フィオミアもここ多分通れると思うので、大きい恐竜をきっちり安全に飼うことができるんでしょうね。はい、ということで今回はそうですね、こんな感じで終わっておこうと思います。何のために作ったのか。はい、それでは、今回もアークサバイバルイボルブル実況を見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。